おマットさんでした。スナックゆうこ開店です。あ、ちょっと待って、普段はね、IT とかメタバースとかお送りしてるのに、どうしたのって思ったあなた、ちょっとウェイ、ちょっと待って。木曜日って何かと疲れてくるじゃない？そのあなたの疲れた背中を、ハフンって押すために、ここ声のメタバース、スナックゆうこが開店します。私、スナックゆうこのママ、ゆうこです。国民的美少女コンテスト3連覇、朝ドラ2期連続ヒロイン。だからまあ、ほぼほぼ浜辺美波です。よろしくお願いいたします。あなたまさか今日木曜日だって忘れてたんじゃないでしょうね。あなた本当にせーのあれよね。英語バージョンで OK。 ちょっと英語で忘れちゃった。まあいいよ、行きましょう。暑いわよね。すごく暑くない？で、暑いかと思ったら最近雷もすごいじゃない？ね、びっくりするわよね。でね、雷といえばね、ドラゴンボールなんだけど。やだ、全然関係ないと思ったでしょ。いや、違う。前回募集したドラゴンボール実写化したら誰がいい？揃ったから今回ちょっとお届けしていきたいと思います。それじゃあ、左手グンして行くわよ。イケメン、ゲッゲッゲー！オス、オラ橋本環奈というわけでやってまいりました。ドラゴンボール実写化募集、パフパフのどんどん。そうなのよ。まあ一回失敗したと言っても過言ではないね。ドラゴンボールの実写化、改めて令和のこの時代にね、一緒に考えていきましょう。で、前回募集してみました。どんなドラゴンボールのキャスティングが来ているのか、一緒にチェッキングを受けしていきましょう。まずはサチコちゃんことちゃんサチ。ドラゴンボールね、悟空誰かなって考えたんだけど、阿部のひろしちゃんかと、ちょっとひろしちゃんだと北斗の拳っぽくなっちゃうの、肉体美が必要だから。あ、松本潤ちゃんどうかしら。あとは小峠さんに任せるわ。よし、アデュー。よしじゃないわよ。よしじゃないわよ。さあ、ちょっと面白そうじゃない？別々のドラゴンボール。安倍勘ね。うん。亀山だよ。亀山で行くぜ。ちょっと下町感がね、出てくるよね。ちょっと、松潤は、10年前ぐらいだったらリアルにありそうよね。うん、髪の毛も、なんかああなりそうだしね。で、小峠さんはどういうこと？クリリンってこと？意外にありそうな、ね、スキャスト。ありがとう、幸子ちゃん。さすがね。いや、いいわ。さて、続いて、誰かじゃ、かずよちゃん、ちゃんかず。ママおはよう。魔の夏休みなので、朝の7時半から仕事行ってきた。お疲れちゃん。さっき帰宅したところ、ママの声が心地いいわ。重症よね、重症。あなた重症よ。病院行ってきて。スラダの次はドラゴンボールね。ちょっとママ、本物の女子はドラゴンボールはほぼ見ないものよ。せめてセーラームーンよね。があ、ミステイク。そうなのね。あ、その時ビーナスこと愛の美奈子ちゃんには立候補するわ。ドラゴンボールで思いつくとしたらクリリン、バイキングの小峠さんかな。アデュー。まさかの小峠さん2票でもクリリン決定でいい？決定でいいわね。あ、ゆきちゃんも賛成してるから、うん、クリリン小峠さんで、じゃあ行きましょう。うん、先が思いやられる。続いてケイユちゃんことジャンケ。ドラゴンボール実写化キャストか、困ったな。スラムダンク同様こちらも見たことないし、とりあえず海外キャリアの教科書のドラゴンさんを押しときます。お顔は非公開だけど名前つながりってことで。あ、慎太郎ダリーさんも一応押しときます。なんかすごく詳しそうだから。それとママの娘ボイミちゃんとシーコちゃんもそれぞれ何役かはママにお任せ。じゃあまた、アビアント。海外キャリアの教科書のドラゴンさん、チャンドラ、まあ、何かしらにはいけるかもね、ドラゴンつながりでね。うん、慎太郎谷ちゃんはいけないんじゃないかしら。でもあの声がとりあえずほぼカッペイさんの声ってことで、どっかに入れましょうかね。
棒見としいことか入れたいわね、入れたいわね、入れたい。パンチャー当たりでね、使いたいわね。あの辺りで使える。ドラゴンボール GT みたいな感じで使えるんじゃないかしら。ありがとう。身内に入ったわね。続いて。ゆきちゃんことちゃんゆき。先週の話題ですが、うちの夫、身長184センチのバスケ経験者、ポジションはセンター、リアルゴリです。あ、イケメンではないので、実写化に適した。こら、こら、こら、イケメンでしょ、どうせ。ドラゴンボールか、悟空、誰ですかね。大泉洋さんとか、佐藤隆太さんとか、いかがですか、私の勝手なイメージですが。サタンは、アニマル浜口さんにカツラをつけてもらったらダメですか。あと、父は中リーサさん。サワサワしたママのイメージで。あ、え、なんかいいわね。大泉洋ちゃんだと。でもなんか、違ったドラゴンボールになりそうね。佐藤隆太さん、今助けましょうよ。ね。今大変だから。佐藤の隆ちゃん、助けよ。ドラゴンボール実写化で助けよ。ね。ビッグモーターの次はドラゴンにしよう。ね。いいわね。ちょっと待って。もうサタンがハマりすぎて。いや、でもサタンをアニマルの浜口ちゃんにしたらワンチャン強いわよね。ワンチャンセル倒せるかもしれない。これはいいかもしれないよね。じゃ、これいきます。で、父が中リーサさんね。これいいわ。決定、このあたり決定しましょう。いや、いいわ。え、ノリジャガちゃんことちゃんノリ。ドラゴンボールですと身長サイズ的に青年トランクス役は吉沢亮さんでしょうか。ああ意義なし、意義なし。これいいわね。これ、え、ぴったりじゃない？ねえ。いやー、いい。シャキシャキシャキ。キャ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 ーンのところよね。わかる？キャ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 ーンのところやりましょう。悟空とね、久しぶりにこう会った。あれ、わかる？うん、そこ、あそこね。クリリン役は奥村拓哉さん。あ、そう。なんかひょうひょうとした感じいけそう。いけそうね。いいわね。ママっ子たちはチョイスがやや上よね、世代がね。あ、とりあえずトランクス吉沢亮君決定です。ノリジャガちゃん。おめでとう。これ決定ね。続いて。お花ちゃんことちゃんおは、セラダンもドラゴンボールも見たことない。いや、見たことないのね。知ってるから名作なのね。そんなガールな私が楽しみすぎなのは、来月公開、バービーよ。あれ気になるわよね。気になる。公開一週間でマリオの興行収入抜いちゃって、全米はピンクピンク、もうピンク塗料不足も発生とか、日本でコラボグッズ少なすぎるので悲しい私は自分でネイル見つめて選択するわ。あ、結局ないのね、ないのね。ドラゴンボールないのね。わかったわかった。ストライキしてでも後で後悔する現実なガールに成長してる。え？はいか聞こえない。でもストライキするなら夫の方かも。ありがとう。ドラゴンボールなかったわね。なかったね。あ、バービーね。なんかちょっといろいろも、なんか揉めてるけど見たいわね。うん、あれ、ね、夢が詰まってるから見たいわ。というわけでありがとう。ドラゴンボールのキャストね、たくさんいただいてありがとうございました。やっぱ一回やったと思っても、新しいキャストでね、まだまだやれそうよね。業界人のあなた、このキャスト使ってもいいわ。ぜひ、ネットフリックスに送っといてね。というわけで、ドラゴンボール実写化でした。ドゥーン、ドゥ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 ーン。怪談お便り募集。いよいよ8月12日土曜日夜21時からメタバースで怪談 The Night 開催いたします。登壇するパーソナリティからの怪談だけではなく、あなたからいただいた怪談お便りを代読させていただきたいと思います。あなたがこれまでに体験した怖い話、あれは何だったんだろうなという不思議な話、友達や知人から聞いた怖い話を募集しています。募集はこちらの Google ホームまで。怪談 The Night。 それじゃちょっと興奮しちゃった。座るわね、座るわよ。よっこいしょこたんと。それで残ったコメントをね、さらっていきましょうね。まずはなおしゃんちゃんこと、ちゃんなお。あら、1個目だったので、1個目おめでとう。
今日は高校野球千葉決勝、習志野VS 専大松戸なのよ。この時期、千葉テレビをつけて野球見ないで吹奏楽を応援している私、ママはどっちを応援するのかしら、試合見てからコメントするわね。これほんと究極なのよ、究極。だって私、ね、地元習志野で、さらに私の母校、選抜。もうね、どっちも応援できない、私のために争わないでっていうぐらいよ。本当に性別のプレイボール、ママ優子です。結果ね、結果直しゃんちゃんも書いてくれたけど、甲子園出場、母校おめでとうということで、専修大学松戸高等学校甲子園出場おめでとう、おめでとう。ママからの何かしらを送るわ、何かしらを。いやー、本当にね、これ困っちゃった、本当にね。でもどっちも頑張ってて素敵だったわ。本当に、両校ともどもお疲れ様でした。続いて、ゆくゆく姉様、ママ、おはー、おはー。暑すぎるわ、溶けちゃいそう、溶けちゃうわよね。もう私ね、本当、何の例えも出なかった。何の例えも出なかった。やだ、もう。なんか言いたかったのに、もう。続いて、ゆかりちゃんことちゃんゆか、ママさん、おはようぐるっとぐるっと。朝早くからママアイコンに変わっていたのに、放送が更新されなくて1個目逃しちゃった、クレーム。分かった分かった。え、ギリギリがいいの、アイコン変えるの。分かった、じゃあできるだけギリギリにね、するわね。ありがとう。続いてカズヨちゃん読んだもんね。カズヨちゃん読んだ、重症だったっていうの読んで、ケイユちゃん、目から魚、安心してママ、誰が何と言うと私は笑ったわよ、慰められちゃった。続いてユキちゃん、ケイユさんに続き私も目から魚で笑いました。慰められちゃった、ありがとう。あの、本当にね、あの、思いつきだからね、本当にね、細かいところ拾ってくれてありがとう。ヒロゴッドあり、もうルール面白い。あなた、まさかこんな配信最後まで聞いてるんじゃないでしょうか。あなた本当に、せーの、あれよね。それじゃ、ママ優子は階段のイケメンを探すために出ます。回転するのはまたいつか。アデュー。